おはようございます。沖縄空手運動で今日も元気に過ごしましょう。今回は前屈立ちで、以前稽古した内容ですね。前屈立ち、低い姿勢になって、前蹴りの稽古に入りたいと思います。前回閉足立ち、足を閉じた立ち方で右左交互に、ゆっくり蹴るという稽古をしたと思います。これをもうちょっとしっかりと蹴りらしく今回はやろうと思います。まず前屈立ち思い出してくださいね。足を肩幅ぐらい開いた状態で、しっかりと前に出す。見えますかね。前のつま先、自分の前の足のつま先が見えなくなるまでしっかりと膝を曲げます。で、この膝はもう曲げたら固定しておいてください。蹴ってる最中に伸びたり曲げたりしない、もうこのまま角度固定ですよ。このまま、蹴りに入りたいと思います。それで足は肩幅ぐらいちゃんとね、横に開いてるかどうかを確認してみてください。構えましょう。蹴りの3つの動き思い出してくださいね。1、膝を上げる。2、蹴ったら引く。3、元の位置に戻す。そうなるとしっかりこの前屈立ちに戻ってくると思いますので、これで繰り返します。まあゆっくりいってみましょう。はい、よー、1、1、2、3、3つの動き思い出して、2、1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、5、1、2、3、はい、足変えてみましょう。今度反対の足前に出してください。確認してください。足肩幅ぐらい広がってるでしょうか。そして前の足つま先見えなくなるまでしっかり膝曲がってるでしょうか。背筋は伸びてるでしょうか。いきますよ。よーい、1、1、2、3、2、1、2、3、3、1、2、3、固定ですよ。4、1、2、3、5、1、2、3、はい、ちょっと一回直りましょう。しっかりやってるとね、軸足前に出してる方の足が、ももが結構きついはずです。ちょっとほぐしてあげてください。もう一度ね、今のようにゆっくり、5本ずつやって終了しますので、もうちょっとだけ頑張ってください。はい、では最初の立ち方ね、足をしっかりこの膝を曲げて、曲げたまんま角度を固定してください。はい、いきますよ。よーい、では軽く前に構えて、1、1、2、3、2、1、2、3、背中丸めないでくださいね。3、1、2、3、4、1、2、3、5、1、2、3、はい、足変えて反対。はい、よーい、しっかり膝曲げてください。角度固定ですよ、動かさない。1、1、2、3、頭上下しないですよ。2、1、2、3、3、1、2、3、4、1、2、3、5、1、2、3、はい、やめー。はい、今回は前屈立ちで、前蹴りの稽古でした。ゆっくりやってくださいね。早くやろうとしないでいいです。ゆっくりゆっくりやることでしっかりとね、体幹だったり足腰鍛えられますので、ゆっくり、しっかりした動きを確認しながら行ってください。今回は以上です。ありがとうございました。